今日もですね、将棋ウォーズ実況やっていきたいと思います。3分切れ負けでいきましょう。対局開始。さあ、やっていきましょう。さあ、お相手どんな方でしょうかっていうところなんですけども。さあ、お相手初段の方ですね。はい、同じ初段同士、仲良くですね、やっつけていこうと思うんですけども。あ、いきなりミスった、これ。危な。石田流ですかね。お相手の戦型ですけど。はい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 、石田流ですね。まあ、この地点をね、攻めていくっていうイメージになると思うんですけど。お、取り込んで、どう、そういうこと。ここの銀打ちとかおかしいかな。さすがに変かな。2分30秒。なんか変だぞこれ。ちょっとおかしいっすね。いろいろ変だな。めちゃくちゃ時間使っちゃった。時間負けすぎでしょうこれ。これは取り込まれて、いやこれは確かに難しいな。とりあえず王様一回逃げとくか。飛車の筋から逃がしといた方がいいっすね。どう考えても直撃してるのはやばいでしょうっていう話だって。まあ、笛取り込んだらね、飛車の頭に。あ、これは、ああ、無理か。うん、なるほど。王様逃げとこ。入っとこ、一回。何はともあれ。で、銀、歩打っといて、あ、でもこれ紐ついてるから、歩回収しておいて、次、まあ、ここに銀上がっていくっていうことでもいいかもしれないですね。これはだいぶいいんじゃないかな、こっちは。大優勢。大優勢とまではいかないけど、なかなか優勢になってるんじゃないですか。あー、なるほどね。そっちに逃げるんだ。これはもう交換しちゃう。王様引っ張り出せるの結構でかくないですかっていう気がするんですけどね。なんかいい手ありそう。ここいい手ありそうだけど、いい手ありそうだけど分かんない。とりあえず飛車もらいに行きます。ちょっと重いよね、どう考えてもね、この金ね。重い気はするんだけど、でもこれ以外の手が全然思い浮かばなかったんで、ね、許してほしいっすね、そこはね。飛車取る？これこっち取るか、やっぱり。そこは普通に。桂馬かな？桂馬で、これで一応、この角死んでませんかって話なんですけど、跳ねてくる手とかは知らない、わかんない。まあでもこの角取れるのは大きいですよね。ここにも角打ちとか落ちてるし。一回取りますか。跳ねてくる？跳ねてきたら銀引きましょう。あ、ありがとうございました。腕前じゃの。いやなんか初段の人とかに久しぶりに勝った気がするな。達成率 15.3%。 あ、お相手も大体同じぐらいの、それすごいいいマッチメイクだったんですね。お互い達成率 14% 台同士で、試合をしていたっていうことなんですけど、まあなんとか勝つことができてよかったかなというふうに思います。今日あと2試合できるんでやっていきたいと思います。さあ、お相手どんな方でしょうか。ちゃんとね、対戦する前にね、よろしくお願いしますっていうのを忘れないようにしたいですよね。どういうこと？ちょっと再読み込みします。やっば、めちゃくちゃ時間作って、ひどいひどいものを見た。ちょっと待って、やば、何今、将棋のお化けみたいな画面現れましたけど。え、時間負けすぎでしょ。お相手一級の方ですね。ちょっとやっていきたいと思います。ちょっと冷静に冷静に、こういう時こそ慌てない、それがね、一流の将棋指しっていうもんですから。慌てたら負けですからね。はい、冷静にね、着実に相手の弱点をついていきたいと思います。さあ、お、なんかこの桂馬跳ねてくる、まさか桂馬跳ねてくる。こっちまだ歩が持ち駒に1枚もないんですけど、それが一番嫌なんですけど。2分30秒。銀上がりましょうか。これあれか、例のアヒル囲いですかね。でにしては桂馬跳ねてきてるからちょっと違うか。
なんだろう、何囲い、アヒル囲いパンツを脱ぐ的な何かですかね。そんな戦法ないけど、そんな戦法はね1ミリもないんですよね。一回も会ったことがないんですよ、そんな戦法。あ、結構考えてくれてますね。あ、いつの間にかちょっと時間も逆転してるし、ちょっとこれはいい流れかもしれないですね。ただこれ銀を与えてしまうとっていうところがあるのか。いや、これちょっと悩ましいですね。銀、歩が一枚もないのきついでしょ、どう考えても。これまあ一回ちょっと守るしかないのかな。この角はね、あのお相手にちょっと、お返しする形になるかもしれないですね。ここに銀とか打ち込まれて、なんかこの飛車も狭いからね、なんかありそうな気はするんですけどね。さあ、まあここにもう歩打っちゃってもいいかもしれないですね。銀打つんだったらどうぞ打ってきてくださいと、まあ、それは駒得にしかならないですからね。角を渡すのかな。2分、角を渡すんでしょうね。どうぞどちらかの角は、ね、これなんか角バイキングみたいになってますけどね噛んで台出しですけど。そして歩がないから、あ、角で取りゃいいじゃん、なんであえて飛車交換に乗ってあげたの私。やだ、やだよ。なんかすごいめっちゃ怖いもの見た今。絶対やっちゃいけなかった気がする今のは。しかもここに銀とか打てるじゃん。そうだよね。厳しいね。これはここの歩まで取っちゃうときつくなっちゃうから。ここに飛車打ってくるのかな。飛車打ってくるの嫌だな。どうしよう。金寄ったら終わるから銀でも打つのかな。あ、でも意味ないかこれ。桂馬も取られるし。やっべ。これまずいか。何かまずいぞこれ。ここに桂馬、桂打ちもあるし。これもうちょっとバラすしかないか。1分30秒。いやーきつい。この飛車もなんか怖い。殺されそうで。だよね。これ取ったらどうなる。取って王手飛車の筋とかないもんねまだね。嫌だなー、嫌だなー、嫌だなーって思いながらね、夜道を歩いていたらねっていう。なんか何言ってるかちょっと分かんないですけど自分でも。1分、マジで分かんない。桂打ってここに銀打ちぶち込んでいきます。次それ意味ないか。でももう普通に桂なった方がいいか。飛車、王手飛車の数字ありますよ。逃げとくか。さあさあ、これはまあ取っておきますか。さあ、お相手も時間なくなってきているが、王様に近いのは相手の方、駒が王様に近いのは相手の方。ただこっちがね、壁金銀になってるから、それがなんかちょっと救いに見えるんですけど、と言ってる間に時間がなくなっていきますね。これはさすがに大勝利。時間がなさすぎる。ありがとうございました。だから最初のさ、今日この対局の冒頭の謎のなんですか、駒が一切見えないっていう、見えないというかないというか、あのバグみたいなやつがありましたけど、何だったんですかね。ちょっと将棋ボールさんに報告したいと思うんですけど、報告の仕方が分かんないとこのままスルーしたいと思います。今日あと1戦できるのでやっていこうと思っております。さあ、お相手どんな方でしょうか。初段の方ですね。今日珍しくね、あの初っ端から2連勝してるんで、ちょっとこの調子を保ってね、久しぶりの3連勝なんていうのに仕込んでいきたいなっていうふうにちょっと思ってるんですけども、もう全然滑舌がもう悪すぎてね、何言ってるか全然自分でも分かんないんですけど、まあ、とにかく頑張っていこうと思ってます。さあやっていきましょう。お相手の戦型は
向かい飛車ですね。角がここから出、こっちから出てくるのはちょっと嫌ですね。怖いですね。これ一回、あ、しまった。なんか、ちょっと、わけわかんないムーブを今、私しております。はい、引いておいて。角出てくる、出てこない。角引いて、王様上がって、王様寄って。はい。さあ、どう位置していくかですね。あ、金が上がってくるんだ。なんか見たことないですね、これ。どういう戦型なんですか、これ。よくわかんないんだけど。まあ、一回、角を払っておきますか。こっちかな。あそこなんだ。トン、取って、取って、取って、で、無理か。難しいな。まあ、引いておきますか。2分30秒。うわぁ、押し付けてくる。なんか嫌な流れですね。なんか、強いぞ、こいつ。桂跳ねてもいけないし、いや、これわかんないな、マジで。動きようがないですね。飛車回るのかな、これ。飛車回ってもあんまりいいことないか。というか、悪いことしかないか。まあ、なってきても別にいいよね。2分。ちょっと飛車回ってみるか。まあ、ちょっとね、局面打開しないと何も始まんないですからね。飛車で行くのあり？飛車で行って、角で取って、さすがにないか。さすがにないよね。それはね。さすがのさすがのさすがにって感じですよね。何かいい手は。ここでいい手を探せ。ない。いい手ない。いい手なかったですね。1分30秒。いやー。怖い。怖すぎる。なるほど。ちょっとこの辺の景気を回収する時間があるかどうかですけど、ちょっとそっち行ってみますか。さあ、時間は30秒ほど負けてますね。こちらの方が。それ自体はかなりまずいですね。ん？なんだ、この辺に今日打たせてもらった方がいいのかな。ちょっとわかんない。今日打っても意味ないか。これ何、飛車殺しに来てるってこと？飛車殺しに来てるね、露骨に。露骨だね。金打たれて、まだギリし。これ角当たりですけど。なるほど、そっちにね。歩、叩きの歩。桂馬。1分。香車。わからん。わからんね。いや、難しいな。歩も1枚しかないしね。どうすればいいのこれ。これ意味ないか、しかも。めちゃくちゃ意味ないことやっちゃったよ。あっと。いや、取られてダメじゃん。馬に当たってるし。30秒。やば。これまずいか。まあでもこの、おっと、飛車。桂馬回収されるでしょ。でも桂馬
回収させてもらって、やばならず、間違えた間違えた間違えた、いやーわかんない。20秒。よく見えてるな、やっぱり相手も。いやーどうすればいいんだろう。切っていくしかないここは。10秒。え、10秒、嘘嘘でしょ。いやーちょっとマジで見えない、見えなすぎて困っちゃいます。いやーこれダメか、足りないね、足りないわ、全然圧倒的に足りない。いやーダメだな、無理だな。ありがとうございました。いやー最後の方はちょっと相手の時間見る余裕もなかったですね。なんかもう少し早出しで粘ればもしかしたら追いついた可能性もあるけど、まあ完全に局面自体もね負けてたかなとは思うんで、はいね、持ち駒の数が全然違いますもんね。はい、というわけでですね、3連勝ならずという感じになってしまいました。達成率が今 15.3%、勝率、今の今月の、今月って、なんだね、これ。お、将棋ウォーズ価格改定のお詫びと日頃の、あ、ウォーズ価格改定されたんだ。棋士2個をプレゼントしました。棋士解説券4枚をプレゼントしました。なるほど。まあ、これで、なんとかね、値上げで暴動を起こさないでくださいよということですね。今月の段級位が4級なんですよね。6勝9敗かなり散々な成績なんですけど、あ、はい、わかりました。これはもうありがとうございますね。今月入ったこのね10試合してまだ4勝しかできてないで、ここで怒涛のね4連敗を喫しているという感じなので、まあちょっとわかりました。もうこれ本当に ありがとうございます。本当にめちゃくちゃお礼を言えよっていうプレッシャーがすごいんだけど、はい、というわけでですね、こんな感じで、また将棋ウォーズ実況頑張っていきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。お疲れ様でした。